はいどうも、今日も明日もドリーミーゆうです。はい、本日なんですけども、ちょっとね、先日ね購入した MacBook Air ちゃんですね、今ね本当使ってて、快適すぎて本当にもう日々動画編集するのが本当楽しい今状態なんですけど、さらにねこの今の環境を快適にしようと思いまして、今回こんなものも購入いたしました。それがこちらです。じゃじゃん、大型のディスプレイですね。はい、こちらですね、デルさんですね。はい、デルさんのこちらが 23.8 インチのモデルになりますね。はい、あとね、ちなみになんですけど、一番ね、スペックというか、サイズですね、寸法が一応こんな感じになっております。多分ね、他のいろんな YouTuber さんが使ってるモデルとかですと、もっとね、高い、多分いいやつをちょっと買われてるんですけど、U はね、そこまで必要が性がないなと思って今回こちらにいたしました。というのも、ちょっとですね、U の方で勘違いがありましたので音を入れ直してます。主な特徴なんですが、まずゲームする人にもおすすめ、というのもこちら遅延がないです。ただしスピーカーがないのが難点ですね。それでは次からどうぞっていうのと、あとさらに、その動画の編集でも、もっとね、画質のいい、4K、8K、そういうレベルの本当にもっと上のね、画質の動画編集もされる方ですね。っていうのも多分、これだと、そこまで多分、高精細さっていうのも多分ないと思うので、多分そういう方も多分、ちょっとこれだと、物足りないかとは思うんですけど、U はね、今のところフル HD なので、もう十分なんですよね。正直これでもう十分ですし、で、本当にね、23.8 インチ、本当にもうめっちゃ大きいので、十分すぎるんですよね。もう今使ってる、そのね、MacBook Air ちゃんも今 13.3 なんで、もうそれに比べたらもう10インチぐらいですね、もう大きいので。今回こちらを購入いたしました。それではですね、実際に、つないで、どういう感じかね、ちょっとやっていってみたいと思います。それでは今日もやっていく。ちなみに今ね、開けた状態こんな感じですね。多分そのスタンドとか、はい、それにつなげるためのケーブルとかいろいろ付属されてますね。はい、でね、今ね、その上にあったものを今一旦どけたんですけど、出ました、本体ですね。これから使えるっていうのは本当にもうワクワクですね。それではですね、一旦こちらを組み立てですねして、実際にね、どういう感じかつないでいってみようと思います。今ですね、とりあえず取り付けが終わったので、ちょっと電源をね入れてみたいと思います。おお、入りましたね。はい、今ですね、無事つけました。こんな感じですね。ちょっとね、気持ちやっぱりちょっとその色味的には、こちらね、本体の方に比べると粗めかなって感じがしますけど、十分ですね。はい、ちなみにね、はい、今ですね、一応自分の動画を軽く再生して見てるんですが、でも本当ね、大きいし、十分ですよね、この画質っていうのも。はい、本当にこうはっきり見えるので、これでね、本当より動画編集がはかどるかなと思いますね。はい、こんな感じなんですけど、いかがだったでしょうか。これからこのビューティスプレイちゃんも使って一段とね、どんどん動画をね、編集して皆様に、もっとね、楽しんでいただけるような動画を提供していけたらと思います。でね、もう本当に1000人目標に向けて、もうどんどんね、
動画を上げていきますので、ぜひね、見てください。お願いいたします。それでは今回もですね、ディスプレイ購入おめでとうとか、応援してるよって思った方は、チャンネル登録、高評価ですね、お願いいたします。でね、応援コメントとか、このね、ディスプレイに関する、質問等も受け付けていますので、ぜひですね、お願いいたします。それではまた、さよなら。